じゃあ皆さん、今日はどこに行きます? そうですね、何か美味しいものを食べに行きたいです。 それならさ、下町にもんじゃ焼きでも食べに行ってみるか。 エリカハンとおったらツッコミの練習になりそうやし。 私は日本の文化が知りたい。道というものに興味があるのでな。 どうです? 私が和の心、道をお教えいたしますわ。 私もいいですか? 本格的な稼働ってしたことがなかったんです。じゃあ、私はここで寝させてもらうよ。今日も朝帰りだったもんでね。 ロベリアは私と一緒に戦争地に行くのよ。精神を鍛えた方がいいわ。 ロベリアさん大変ですね。 いい気味です。 織姫も行った方がいい。僕も付き合うから。それじゃ決まりましたね。大神さんはどうします？誰と一緒に行きますか？ 道を知らねばな。 この私が和の心をしっかりと叩き込んで差し上げますわ。 まあ頼もしいです。 すみれさん、よろしくお願いします。
になったら出発だ。兵撃の玄関前に集合だからな。
Thank you.
しない方がいい。会長、よろしく。
んだか照れちゃいますね。
Thank you.
Thank you.
さあ、ここが私が習っている華道の先生のお宅ですわ。おお、見事な庭だな。これが日本庭園というものか。そうですわ。色即是空、和の心のすべてがここに詰まっていますの。しいです。私、本物の日本庭園初めて見ました。緊張することありませんわ。それでは参りますわよ。ついていらしてくださいな。はい、わかりました。すみれさん、華道って結構難しいものなんですね。もしかしてさくらさんは華道は初めてだなんておっしゃいませんわよね。あ、いえ、仙台の実家にいるときに少しだけ母に。さくらさんよりもパリにおられた花火さんの方が100万倍もお上手ですわ。いえ、そんな。パリで華道の本を見ながら学んだだけですから。私なんかよりグリシーヌの方が個性的で素晴らしいですわ。うん、限られた花だけでこの花器の中に宇宙を作る。なるほど、和の心とは深いものだな。私もまだまだのようだ。グリシーヌさんのお花、基本はなってませんが躍動感に満ちていますわね。素晴らしいです。まるで西洋絵画のような美しさだと思います。あら、注意はまだいけてませんでしたの。さあ、あとは注意だけですわ。なかなかに面白い花だな。雰囲気があって
私は好きだ。ですが、少しお花が痛がっているようですわ。初心者にしては良いのですが、やはりまずは基本を覚えてからがよろしいですわね。それでは皆さんのお花も出来上がりましたし、そろそろお開きにしましょうか。では行きましょうか。ことだ、足の自由が利かん。ああ、クリシーヌは正座なんてしたことがなかったから足がしびれたのね。しびれる？どういうことだ。つま先の感覚がなくなってしまったが、注意！私の足にフルガイルいただけますこと？やめるのだ、隊長。人は動けないのを良いことに許さぬぞ。気候もしびれているのであろうが、これでも食らえ。足がしびれたときは唾をおでこにつけるのよ。やってみよう。しかし唾をおでこに、それでどうなるというのだ。お花の真似などせず、私を何とかしなさい。そんなこと言われてもどうすることもできませんよ。隊長、なんとかならぬのか。
Thank you.